こんにちは。運命ね、私はまああると思いますよ。まあ運命っていうのは非常に単純で、なんかスピリチュアル的ななんか摩訶不思議なものではなくてね、運命っていうのは簡単に分解できるんですよ。それは衣食住だと思います。運命っていうのはまさに命を運ぶものと言いますから、快適な安全な環境に住んでいるかどうかってことがありますよね。もう明日には叩き出されるかもしれないっていう環境に住んでいたら、やっぱりね、落ち着いて物事をできないと思いますし、中期的長期的な計画も立てられないと思うんですよ。まあホームレスって割り切ると毎日安定してますんでね、それはそれですごく計画立てられるんで、私の場合はホームレスからその自分の生活を立て直すのをすごくね、落ち着いてやる時間はありましたね。まあなかなかいいかと思います。で、衣食住のうち、今度食ですけども、食うに困ってたらさすがにね、犯罪に走っちゃったりとか、要するにモラルを破るようなことをしたりとかすると思うんで、ある程度食うに困らないっていう状況も必要じゃないですかね。だって食うに困っていたら、これ飢餓のね、恐ろしさっていうのは本当凄まじいですよ。お腹が空いた、喉が渇いたからっていうんで食べ物を争ってね、人殺しすら起きるわけですから、だからこれはね、侮ってはいけないと思います。本当にね、この衣食住を侮るってことは、今衣食住に困ってない人の発言だと思うんですよ。本当に困ったことがある、そんな過去を持ってたらね、侮れないと思いますね。で、衣食住のうちの今度食、着るってやつですか、服を着るやつね、これも非常に大事でですね、やっぱりこう着るものって自分の気持ちを高めてくれたりするところもあると思います。ボロボロの服を着ていたらさすがにね、ボロボロの精神ができちゃうんで、やっぱり清潔なもの、自分のサイズに合ったものを着るのってのは非常に大事かなと思いますし、あとはね、私最近このね、カンフー着を着てるんですよ、中国武術の。やっぱりそういう気持ちになりますね。で、なんでこれを着るかっていうと、カンフーの映画ばっかり見てるから、で、カンフーのね、型ばっかりやってるから、やっぱりちょっとそろそろ買おうかなと思って着るわけですよ。着たらなんか着心地いいんですよ、むちゃくちゃ。なんかね、その学生服みたいな、このカラーみたいなね、真央カラーみたいなのが好きなんですけども、その生地もね、なんか吉野さん、これウィッシュってやつで買ったんですけども、8年前に初めてウィッシュで買った時のズタボロの商品と訳が違うんですよ。仕立てもすごくね、光沢も鮮やかで、確かに価格は上がったんですけども、これが 5,6 千円で買えるんだと思ったら、ちょっと感動ものですよね。以前のウィッシュってのは数百円で手に入ったんですけども、サイズも適当でボロボロだし、今ね、この光沢の透かしが入ってるんですよ。これちょっと光に当たったら柄が出るでしょ。これがなかったんですよ。これが印刷だったんですよ、以前は。で、今ね、リバーシブルなんですよね。表と裏とこれ両方切れるんですよ。しかもこれすごく頑丈で、これだったら防御にもすごく効くんですよね。こうやる気になりますね、やっぱりね。というところで、衣食住は非常に大事です。衣食住がこの命を運んでくれる、毎日の命を運んでくれるから運命と言いますよね。で、宿命っていうのは命に宿ったものなんで、生まれ持ってもうどうしようもないもの。例えば、どこに生まれたんですか、身長はいくつですかとか、お父さんお母さんどういう風になってますかとか、どういう環境に育ったんでしょうかとかね、それからこれから向かう未来はどうなってるんでしょうか、ね、戦時下の国に生まれれば、そういった命の危険に脅かされね、医療技術も満足にないってところで産み落とされるわけですよ。まさに宿る命が宿っている、それはもしかしたら本人の努力ではどうしようもない部分が大きいのかもしれません。で、年を追うごとにその宿命なり運命なりっていうのは多少選択ができるわけですよね。住むところを変えてみたりとかね、付き合う人を変えてみたりとか、食べるものを変えてみたりとか、いろいろあると思うんですよね。まあだから私はね、運命は大いに信じると思いますし、侮ってはいけないと思います。ただし、多くの方がぼんやりと思ってるなんかね、こう超常現象的な運命っていうのは、それは違うよってことです。非常に運命っていうのはロジカルで、太古の昔に人間が編み出したものだと思うんですよ。星の運行から天候を占ってみたりとかね、でしかもそれが気象学ってものになったわけですから、ですからこの運命学とか人相学とか手相とかね、いろいろとあるんじゃないかなと思いますよね。でもそれは霊的なものと結びついてるわけではなくて、精神的なものと結びついてると私は思いますね。精神と霊ってまた違うんですよね。霊っていうのはどっちかというとファンタジーが強くって、いかようにも解釈できるんですよ。で、精神っていうのは自分の持ち方ですから、他者と違っていいってことなんですよね。考え方が、精神的な考え方っていうのは、まあ、これをぐちゃぐちゃと話すとまた長くなっちゃいますんで、この辺にしておきますけども、まあ運命っていうのはあると。で、運命を自分で切り開くっていうと、なんかね、かっこよい言葉に聞こえるので私使いたくないんですけども、ただ
運命をどのように変えていけるかっていうのが、まあ、いわゆる私たちの選択努力に残された余地なんじゃないかなと思います。運命にしろ宿命にしろ全く 100% そのまま死ぬまで決まってるんですよと、あなたの人生設計図はもうこれですよっていうふうになってるんではなくて、多少自分の意思で修正を施すことができるっていうのはあると思うんですよね、まあ、だから私は多少ですよ、多少修正を施したぐらいのもんなんですよ。アフィリエイトを無視せずにやってみたとかね、 FX を無視せずにやってみたとか、そういうところじゃないかなと思います。ただ同じ情報が流れていてもそれを無視して通り過ぎることもできますので、そうすると運命とか宿命が人を支配する領域っていうのは大きいまま変わらないってことじゃないかなと思いますよね。まあいろいろ考え方ありますよね。グッドラック。